はいどうも、ピュアキングです。今日はですね、みんなでバトルやっていきますが、ヨッシーぜひ欲しい。これは欲しい。来た、来ました。ちょっと待って、食べます。あ、これヨッシーないといけないパターンのやつじゃない？いや、これ熱いね。ちょっとこの辺でこうしとこう。オッケー。これ熱すぎ。ここでヨッシーを乗り換えないかんパターンね。お願いします、ルイージ様。オッケー。いや、大丈夫。うわ、ちょっとうまい。うますぎた。うわ、待って、ヨッシーがいない。ちょっと、うわーって。オッケー。で、ここでヨッシー手に入れよう。なんかみんなヨッシー手放してますけど、ここはヨッシーいるよ。多分そんな感じでしょ。また針のあれある感じでしょ。そう、このあれが言いたかった。針じゃねえや、これブラックブラックブラック。なんかね、最近言葉が出てこなくなってきてるんですよね。なんかあれとかこれとか、なんかそんなんが多くなってきてるんですけど、病気かなみたいな。いや、まあ病気ではないと思うんですけどね。なんか本当に喋れなくなってきて、あれじゃない？ね、もう今もあれとか言ってるんですけど、多分ね、ブランクって言えばいい。なんて言えばいいんだ。なんか今左ドカーンあったね。あれすげえ怪しいんですけど、うわ、これ危ねえ。行き急いだら危ないよ。で、ここでアイテム取っていこう。うわ、アイテムないパターンだね。で、今誰かやられた。ルイージか。いや、これ熱いよ。ここでちょっと待ってね。ドカン入る。うまいこと入りたい。オッケー。いや、ちょっと難しいね。うわ、しかもさ、猫キノピコ来てるね。いや、大丈夫。待って、これアイテム取っていく時間とかないね。いや、アイテム取っていけば。いやーうわ、これは負けたでしょ。これにかけていい。この土管にかけていい。もうこれしかないね。いやね、難しいんだって、この個数。なんかハードって書いてる。難しそうだね、確かに。いや、これアイテム必須だよきっと。なんで速攻取ります。いや、もういらねえ。もういりません。私多分ね、さっきああやってああなったんで、多分ここアイテムいらない。オッケー。ほら、いや、これで熱いよ。で、ここで、うわ、どうすればいいの。これ右でちょっと避けていこう。オッケー。あ、みんな来れてない感じっぽい。うわ、危ねえ。いや、これアイテム取らんかったら正解だってね。取らんかった方が正解だった。で、ここ危ない。オッケー。で、下入ります。これ、あっちょっちゃん、キノピオめっちゃ可愛いね。クワちゃんって書いてる。エベレスト頂上、あ、登場と登頂。とりあえず登る系のステージで4人で対戦みたいな感じか。クワちゃんよろしくお願いします。キノピオだね。クワちゃんね、可愛いんですけど相当強かったもんね。あ、これは大丈夫。こういうの勝てそうね。なんかこういうの勝ち。クワちゃんうめえ。マジでクワちゃんうめえ。うますぎ。いや、僕も結構早くない？ほらねえ、クワちゃんとそんなにあれ引け取ってないよ。うわ、マジで早え。ちょっとラグいね。いや、大丈夫。クワちゃんもうちょっと待って。一回だけワンクモだけハンデちょうだい。いや結構マジいい線いってる。じゃあオッケー。いや、どう？うーわー、え、これジャンプできんの？これ届くのかな。一番左からジャンプで行ってみる。はい、よし、来た。いや、これうまいね。これなかなかうまいんじゃない？ただ常にギリギリ大ジャンプ。ギリギリ大ジャンプって何？まあまあ、これは常に走りながらジャンプして、ゴールがあると思うんですよ。もうこれ勝ったね。いやー、ちょっと待って、北口来ましたよ。待って、キノピコ誰？キノピコ誰ですか？待って、見よ。ひし形。待って、ひし形。ちょっと待って、ガッチョ。え、待って、北口とひし形ちょっと似てるけど。あれピオキングさんが条件達成しました。あ、コイン条件あったんだ。あ、コイン条件じゃない、ゴール条件。ここはリスナーさんだからといってね、手加減はしませんよ。さあ、来るんだ。北口と誰だったっけ？ひし形、トレヤナギ。みんなひらがなだね。うわ、待って、みんな来た。オッケー。これは熱い。見た？今のすり抜け。右2人が可愛い。左2人がもうやべえ。お、待って、めっちゃ挨拶してくれるね。え、なんか最近マジでね、挨拶してくれるっていう人が増えてきまくってさ、知り合いなんじゃねえかみたいな。知り合いっていうか、僕のことをね、知ってくれてるんじゃねえかみたいな。まあそんな説があるんですよ。うわ、これ熱いね。この猫は熱い。多分ね、結構差あるからね。多分このまま普通にいて勝てると思うんですよ。でもね、いつも僕思うんですよね。まあ普通に勝てるのはね、いいことだと思うんですけど、動画的にね、どうかなといつも思うわけなんですよ。まあ正直ね、動画ってまあ面白いって言ったらなんかね、やっぱピオキンが負けるところが面白いとか、うわーとかね、なんか言ってるところが面白いみたいな、結構ねそうやって言ってくれる人多いんですけど、まあどうなのかなっていつもね使うところ悩むんですよね。いや、この動画なんか普通にね、このコース普通に勝ってるけどどうしようかな、使おうかなみたいな。で、今スター出たよね。めっちゃ欲しかったね、今のスター。そしてこれなんかさっきからさ、うまくない？普通にまあこれでもうゴールがあるんじゃないかな。マジでこのね、あれ使うかわかんないんですけど、あ、待って、違ういや、ちょっと待って、ウオキングっているよ。絶対リスナーさんでしょ、ウオキング。僕のね昔のアイコンあんな感じだったんですよ。ちょっと違うけど絶対あれでしょ、僕のこと知ってるパターンの人でしょ。待って、任してウオキングあ、ごめん一番遅かったね。いやでもまだね、あれ聞きますよ、取り返し聞くよ。オッケーで、このまま右行きます。ウオキングのためにね、この亀の甲羅で前の2人に当てましょう。待って、ウオキング、待ってて、きっと君を勝利に導いてみせるから。オッケー。うわ、亀の甲羅なくしちゃった。いや大丈夫、いや大丈夫。わ、ここを知ってる、このコース知ってます。待って、邪魔規制キノピオ。オッケーで、このまま右行きます。ほい。うわー、待って、もうちょっと。うわー、ゴールじゃん。うわー、ウオキングウオキング全自動は出したら一見。うわ、これ適当って書いてたでしょ。絶対最初行った人がゴールみたいな感じ。うわ、しかも1番押せ、いや3番手。多分ねこのままゴールがあると思うんですよね。で、なんこれっていうのがね、言うオチだと思うんですよ。うわ、ちょ、なんこれ。そういえばね、いつもさ、リスナーさんとか誰かに抱えられて持っていかれてることが多いと思うんですよね。まあ、たまにはね、誰かを抱えて持っていきたいんですけど、誰も信用してくれないんですよね。オッケー、このまんま。いや待って、これは一緒に行こう。で、みんな、あいつ許さん。頭に青いのつけてるそのキノコ絶対許さん。ちょっと待ってろよ、アイテム取っていくからあ、待って、いや、ヨッシーもいるんだ。うわ、マジ熱いね。これでキノコ倒そうね、青いキノコ。うわ、楽しみすぎるレースインザスカイだったっけ。まあ、レースとね、なんかスカイってついてるだけでね、めっちゃ面白そうな感じの雰囲気は出るよね。なんかバトルをコースって、まあ多分登る系のステージかな。やっぱりそういう感じで、これ左、やべえ、2分の1をいつも外す感じね。で、ここ右。うわ、これ結構勢いつけな登れんパターンだね。うわ、こっから逆転したらすごくないね。え、こっから逆転、もう無理くせえもう無理くせえ。いや待って、マリオ落ちてきたね。あ、しかもね、ギブアップしてるよ。まだ早いんじゃない。僕こっからでも、ほら、いや、こっからの邪魔くせえ。はい、オッケーで、ジャンプ。こっからまだ熱い、勝てるよ。で、ジャンプ、オッケーで、右で、左、ほら、いや、諦めないってあれだね。やっぱ安西先生の言う通りだね。あ、うわ、待って、こっから勝たなきゃ意味がないんだって。ルイージ、安西先生、なんかビッグボスイエイって書いてたんですよ。多分ボスがいるね。ボスがいるってことは多分アイテムもいるね。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。